映画、ボーマンと善良の特別試写会が9月19日、都内で行われ、主演の藤ヶ谷大輔と奈緒が登壇した。マッチングアプリで出会った男女の恋愛を書いた本作にちなみ、イベントには実際にマッチングアプリで結ばれたカップルや夫婦たち60人が集結した。マッチングアプリで出会った西沢か、藤ヶ谷、と坂にはまみ、尚。しかし、二人が婚約した直後、 真実は突然失踪する。やがてかが彼女を探す中で知りたくなかった彼女の過去と嘘が明らかになっていく。長年付き合った彼女に振られてしまったことをきっかけにマッチングアプリで婚活を始めるかを演じた藤ヶ谷は本編を見終わったばかりの方のお話を聞けるということ、さらに映画とはまた違ったお話を皆さんから伺えると聞いているので楽しみです、と嬉しそうに挨拶。 カガマッチングアプリで出会い、婚約者となる女性、真実を演じたなおも、今日は皆さんペアで見ていただいたということで、さらに色々とお話もできるようなのでワクワクしています、とトークショーの開始を心待ちにしていた。藤ヶ谷は、劇中の出会いのシーンで心がけたことを聞かれると、カワ出会うギリギリまで携帯電話の画面を消した状態の黒い画面を見て、髪型を直す。 服装もかもなく不可もなくきれい目なファッションで自分自身にはない感覚でしたかは自分が何を着たいのかというよりも皆さんが好きであろうものを選んでいるそして腕には高級時計をつけていますと紹介一方出会いの場面でなおは本を読んで待つというシチュエーションを考えたそうでマッチングアプリで出会う人と会うということを意識しないようにしても意識してしまうと思うので 本を読むことで知っている誰かと出会っても大丈夫なようにしているはず、と演じる上での工夫を明かしていた。この日参加したマッチングアプリで出会ったカップルや、夫婦のお悩み相談も実施。プロフィール写真をどう撮るのかという議論では、絶対に自撮りはしない。そもそも自撮りの習慣がないので、という藤ヶ谷だったが、自撮りの角度を身振り手振りで悩み出すと、なおからはすかさず、楽しそう。 と突っ込まれていた。そんな奈おは、私は親友にとってほしい。高校時代からの親友が撮ってくれる写真は、自分のこと好きかもと思えるから。心を許せる人の前で出せる顔もあると思うので、私だったらその部分を見てほしいからこそ、仲のいい人にとってもらった写真をプロフィール写真に載せたい、と具体的に回答。藤ヶ谷も、盛りすぎない、ナチュラルが良いよね。 と納得していたマッチングアプリで出会った彼氏を父親だけに紹介できていないという女性には「なおがお父様にとっても一大イベントなので紹介の場を設けるならばお父さんにもどういう風に振る舞えばいいのか考える時間があった方が良い」と的確にアドバイス「朝が弱くて出社する夫を見送れない」という女性ののろけにも聞こえる相談があると「なおはもうラブラブじゃないですか」 私が朝起こしに行きたい、と赤面、藤ヶ谷も我々が行ってもいいのであれば、起こすだけ起こして、と乗り気に、その夫婦の目覚まし用アラームが、キスマイフット2の曲だと知ると、藤ヶ谷は曲が良いから起きられないのか、と納得しながら、旦那さんが歌っているのをアラームにすればいいのでは、これ誰、となって起きるかも、と解決法を伝授していた。その夫から、 かっこよさを保つ秘訣つ、お問われた藤ヶ谷は、綺麗ごとになっちゃうかもしれないけれど、背伸びしないことが大事だと思っている。僕も髪の毛を毎日セットしているわけではないし、うん、もちろんそれでもかっこいいというのはあるんですけどね、と自画自賛でオチをつけて笑わせ、例えばデートに行く日だとか、おしゃれをしようとする日があれば気合いも入ると思う。普段とは違う、こういうところもあるよ、俺は。 を見せていくのはどうでしょうとアドバイスしていた。